僕もね、大分市の外れの竹中って豊肥線で3つ目の駅なんですけども、すごいそこも田舎で、一級河川の大野川っていうのがあって、その辺りで過ごしたんですね。ちっちゃすごく優しい人で、一回も叱られたことがない、一回も。でもね、母にいつもいじめられてました。父が82歳でもう随分前亡くなったのね。でお葬式が終わって、それから火葬場へ行くじゃないですか。で骨になって、再びお家に戻ってきて、骨壺のそばにうちの母がポツンと一人座ってた。これをね、私は後ろから見ててね、これはまた夫婦っていうのはね、最後はこうやって別れていくのかとね。骨壺のそばにこう母がポツンと座って、夫婦っていうのは、まあ、うまくいった場合ですね、こうやって別れていくんだと。で兄と姉を呼んで、お母さんを励まそうと。でお母さん、お母さんってね、まあそのお父さんは亡くなったけど、お母さん一人になったけど、兄弟が全員で、子供が全員でお母さんのことをサポートするから、お母さん頑張ってよってエールを送ったんですよ。そしたらね、母がもう何も言わずに深いため息をしてね、そして天井をゆっくりこう見上げて、本当は好きじゃなかった。残念ながらこれは本当の話です。と言っちゃったら、一応愛の結晶の私は何なんだってことですよ。 じゃあ今度は、今度は一番新しい歌を歌いますね。あなたのことが好きでしたっていう歌です。どなたも、こう人生を振り返ると、ああ、あの人良かったなとか、好きだったなって人がいて、特に青春時代はありますよね。で今こう振り返ってみて、なんていうか、そのなんでこの人と一緒になったのか、 本当はあの人と一緒になりたかった。なんか吹っ飛びますよね。あなたのことが好きでした。で僕が今から歌うから、みんなはイメージとしてこの辺にね、イメージする。本当はあの人と結婚したかったっていう人をここにイメージして、で隣に旦那がいても頭の中までは見えないから大丈夫。あなたのことが好きでした、誰よりも好きでした。あの時のさよならの嘘をいつか忘れてあげた気がする。青春という名の伝言板に二人で書いた恋文字はどちらが先に消したのですか。あれからずっとはぐれたままで
が好きでした、誰よりも好きでした、あの頃の微笑みのまま誰かに優しさあげていますかな。決まらない苛立たしさに唇噛んで、私ほんのり涙ぐむ、あなたに会う日の憧れよりも苦しみめいて、ああ夢人よ人よ限りに咲く花のように匂い立つ。私が待たされた洗い髪が芯まで冷えて、小さな石鹸カタカタ鳴った。あなたは私の体を抱いて、冷たいねって言ったのよ。一緒にどうか、3、はい、うわ、
らはもう捨てたのかしら。24色のクレパス買ってあなたが描いた私の似顔絵、うまく描いてねって言ったのに、いつもちっと似てないの。窓の下には神田川、三畳一間の小さな下宿、あなたは私の指先見つめ、悲しい書いて聞いたのよ。若かったあの頃、何も怖くなかった、ただあなたの優しさが怖かった。ちょっと昨日クレソンの一丁目だけ分からんでしょ。え、よそ行きで来た、よそ行きで、あんた昨日は作業着やったけん分からんわよう来たな。あの昨日、あら、あんたたちは来てくれた。昨日はね、あのね、あそこクレソンのね、畑のね、あゆうちゃんとこのクレソン畑をこうやってテレビカメラを入って取材してたら、その道路の、そのクレソン畑の道路の向こう側に3人黒い服を着てニッコニコで手振るはあ、そりゃまあなん誰かの誕生会かえって言って言ったら旦那さんが死んだっちゃんそうなのかちニッコニコで手振るやったよね。ということで、俺で、あん、じゃあもう僕実はお寺の子なんですよ、末っ子なんですよ、ね、でちょっとお参りさせてっつってね、仏壇で旦那様が82歳しましたね、亡くなられて、ずっと涙に暮れてたけど、昨日はなんか初めて笑った、はい、高瀬さんにお会いしてから心が安らぎました、ありがとうございます。友達だったんですね、あの2人さん、はい、お二人ともね、あ、そうですか、分からないわ、あのみんな黒い服着てたから今日は焼き芋のおばちゃんです。ああ焼き芋のおばちゃん、分からん、全然分からんわ。あ、うん、かっこいい、あれまつげつけてんのやないね、あらんかった、あ、ごめんごめん、昨日はありがとう、あの国の木の剪定をしてね、旦那さん、あの旦那さんどうした、神様みたいな置いてきました、あ、置いてきました置いてきましたじゃあちょっとやってみるね、うん、よっしゃ、越えれば風は優しく友と遊んだ、ふるさとの川、おぼろ月夜に歌を歌えば、つわものどもの夢のあと、ああいつからか大人になって、泣いて笑って嘘つきになって、抱いて抱きしめて強く抱いておくれ、心が
夜だった、君と出会った同じ屋根の下、夢をつないだ。熱いコーヒー、思い出の香り、いつか安らかにここで死にたい。ああ、君がいて、そして僕がいた。月日は人を許してゆく。抱いて抱きしめて、強く抱いておくれ。心が迷うから。小舟のように揺られ揺られて、どこへ行く。抱いて抱きしめて、強く抱いておくれ。今夜は泣けてくる。ありがとうございます。かぐや姫をやめてね、ソロになって作った、春に思えばっていう歌を、急遽、ありがとうございます矢野さんのご主人様に捧げます。石ころだらけのこの道をまっすぐ歩いてゆくと、親戚のおばさんのうち、僕の足音とセミの声が遠く、夏の空にこだまする。去年の夏までは兄ちゃんと来たけれど、揺れてる
稲の影かな、かすかに見えてきた優しいおばさんのうち、今年も大きなスイカを食べられる、赤色かな黄色かな、さあ急ごう、距離、ああ泣かない、泣かないようにしてたけど、これ泣いてる人見つけたら僕はもらい泣きした。幼い日にって歌でね、60過ぎと涙もろいわ、いかんいかん、上の4人兄弟で僕は末っ子で、一番一つ上の僕より一つ上の兄ちゃんがすごい仲良かった。もうちっちゃい頃いつも一緒に遊んで、本当につくし取ったり、もう花が好きでね。それで46歳の時にガンで死んだんよ。すごい仲が良かったからね。あ、その話するとダメないけど。で、海水浴に行ったを今思い出が出てきて、学校でクラスでわーっと、でうちの両親が行けんかったから、ああ僕がついていく、みんなはお父さんお母さんと一緒に海水浴行って、で帰り放棄船に乗って、みんなが突然こうアイスクリームを食べ始めた。でうちの兄弟2人だけが食べてないよ。もうみんな もう食べたくてしょうがなくて、子供やけんね、小学校1、2年生だからもう食べたいんだけど、で僕が食べたい顔をすると、あの兄ちゃんが気遣うと思って、僕は窓側に座って外向いてたんですよ。でもその回分かるような、背中見たら食べたいってのはね。そしたらね、出発のベルが鳴る頃にトントンって言ったら、兄ちゃんがねアイスクリーム2本持って降雪、うんってくれたんよ。その小遣いは戻しとったらしいんや、お母さんから。でその時の中、兄ちゃんの感じを今思い出してから泣いてしもうたわ。どっから行こうか。最初から最初から最初から、OK。広いコンサートの方がいいな。もう膝を突き合わせてもみんなの近くにいると泣けてくるわ。石ころだらけのこの道もまっすぐ歩いてゆくと、親戚のおばさんのうち、僕の足音とセミの声が遠く夏の空に、去年の夏までは兄ちゃんと来たけれど、一人でここまで来たのは初めて。
風に揺れてる稲の影から、かすかに見えてきた優しいおばさんのうち、今年も大きなスイカを食べられる、赤色から黄色から、さあ急ごう。去年の夏までは兄ちゃんと来たけれど、一人でここまで来たのは初めて。木の下で汗を拭けば、母ちゃんにもらってきたハンカチが眩しい。声がする、昔と同じ元気なおばさんの声。去年の夏までは兄ちゃんと来たけれど、一人でここまで来たのは初めて。一人でここまで来たのは初めて。危ない、うん、3番の歌詞が聞き取れんかったやろ。大きな木の下で汗を拭けば、母ちゃんにもらってきたハンカチが眩しい。向こうから手を振る、向こうから声がする、昔と同じおばさんの声っていうのを歌いたかったのね。ボロボロやったね。じゃあ、
最後は、ふみちゃんなんか言いたそうやった。え？なに、とぜ、とぜ、え、とぜのなるって。あ、寂しいことをとぜねえっていうの。あ、ほんと？きゃー、そっか、ありがとう、ありがとう、ふみちゃん。あー、そっか。でもあんた男やけんな。女の人から言われたかったわ。休み薪割りは疲れますね、お父さん。もうすぐ日が暮れる、カラスが飛んでゆく。一番星光るまでもうひと頑張り。汗を拭いてお茶を飲んで、腰を回せばお父さん。にっこり笑う、にっこり笑う、花嫁さん。膝を崩しお皿叩いて歌を唸ればお父さん。にっこり笑う、にっこり笑う、明日天気になれ。
下がり梅の花が咲きますお父さんにっこり笑うにっこり笑う明日天気にみんな一緒に揃えてみんな一緒に縁起物だからね揃うと今年いいことがいっぱいあるよなあ